はい、ワンタチャンネルです。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、天気が良かったんで、またね、この間の、伸び海岸にね、来ました。今日はね、風もなくて、海も穏やかだったんでね、もう、海見てもらうとわかる通りね、ほとんどね、もう、波も何にもないという、そういう感じでございます。あと、この間ね、直したブーツ、団子さん兄弟ブーツをね、とりあえず今日試し履きでございます。どうですか、波打ち際ね、ほとんど波ないというね、こういうね素晴らしいタイミングで今日は行ってきます。さて今日はね、釣れるのかどうかね楽しみでございます。こういう時はね、本当にね、ほら見てこれ、波全然ないからねもうこの間のねボディーボードももう安定しております。ただプカプカ浮いてる感じでね、いいですよね。ね、あのボディーボード見てるだけでもね、ほんと波ないねっていう感じ。ね、早速着きました。ね、向こう側のね、テトラポットの上でございます。やっぱりね、3分ぐらい。ね、ゆっくり泳いで3分ぐらいでございます。まずね、ただね、ちょっと平らなところはないんだよね。みんなほとんど斜めな、ね、ね、でこぼこしてますので、ほんと上がる場所にはね、注意しなきゃっていうことで、さてどこから上がろうかなっていうんで考えてますけど、ここでね、若干ハプニングが起こります。ね。さてじゃあここから上がるぞということで、どうなんのどうなんの、やばい足が滑ってね、お尻からドボンってね落ちましたけど、やっぱね、あの無理しないでね、この逆側から行きましたやっぱりね、丁寧にゆっくり上がらないと、無理するとね、大体あんな感じになりますからね。あとカメラがね、ちょっとブラブラするのは、なんだろう、固定方法が悪いんでね、カメラの下がブラブラしちゃってるんだよね、上だけつながってるんでね。で、あとこの間のね、ブラクリ、もう一個残ってたブラクリでやります。今日はね、いつもの餌、もちろん豚肉も持ってきたんですけど、今日ね、初めてちょっとワームでやってみようと思ってね、ワームの、ゴミのワームですね、ビニール袋にはね、いろんな種類が入ってるゴミのワーム持ってきました。もう何十年も昔のね、ワームだけどね、あんまり、とりあえずね、ワームで釣れるかどうかね、わかんないけど、ね、とりあえず、初めてね、ここのテトラでね、ワームでやってみたということでございます。まあ、適当にね、入れてるんですけど。さあ、じゃあ第1投目。とりあえず今1投ね、入れたまんまで、前回ね、ビールのおつまみ忘れてたんでね、イボニシがね、もうそこら中にゴロゴロあるんで、とりあえずイボニシを先にね、ビールのおつまみをゲットしていると。あとカメラがブラブラしてるのはちょっと下向いてるんで、カメラがね、ブラ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 しています、ね。で、左にね、これは塩茹でにした後のね、イボニシでございます。もうビールのおつまみでね、さっさと食べちゃいました。美味しかったです。ね。で、じゃあ、2個目の穴。ちょっと入れにくい穴だったけど、とりあえずね、ちょろちょろって2個目の穴にね、入れてみたら、なんかググって来たんでね、来たのかななんてね、これ竿、ちょっとまともに上げられないんだよね、ちょうど本当に。穴のとこに、なんか無理やりちょっと垂らしてみたみたいな感じだったんで、ね、第1匹目、チビだけどね、あ、なんでワームでも釣れるじゃんということでね、ちょっと気を良くしております。ね、ワームで。ね、チビだけどね、2個目の穴でね、釣れたんで、お、これは今日なんか、爆釣かななんてね、そんな感じでね、やったやったっていうことでございます。まあ、チビなんでね、リリースでございますけど。ね、けど、ね、ワームで釣れたっていうのがね、まず嬉しかったですね。はい。よし、ね、リリース、ポチャッと。引き続きね、3投目かな、これ4投目かな、なんか忘れちゃったけど、もう連続でね、またすぐ来ましたね。これも来るよ、ちゃんとね。ちょっと見ててください。
竿先ね、見てるとグググッと入るのがわかります。なんだ、手が邪魔だね。おい、手が邪魔だぞ。カメラの前に手を置くな。ほら、なんだよ、もう来ちゃったじゃん。来ちゃった、来ちゃった、ね、ワームでね、2発、あのさ、とんがってるあの山はね、うちの近所のね、おにぎり山というところでございます。おにぎり山、さっきのよりね、ちょっとだけ大きいけど、これもね、やっぱりチビなんでね、これもリリースいたします、ね、しかし海がね、もう本当ね、鏡まではいかないけど、まあ海なんでね、本当ね、いい感じでございました。こういう時ね、まあね、泳いでこのテトラ来る人ってね、あんまりいないから、ね、でテトラもね、結構長いんですよね。距離にして1キロ以上テトラあるんじゃないかな。途中ね、ところどころ切れてますけど、もちろんね、切れてるけど、1キロぐらいテトラがあります。ここでね、餌をワームからね、豚肉、飽きた。ちょっとでかいぞ。ちょっとでかい感じするよ。起きた、来た、でかい、でかい。やった。やったぞ、でかい。よし。これは20センチだ。ちょっと。来ました、やっと来ました。今のね、音声は、直接ね、GoPro の音声ですけど、なんだよ、水中のハウジングに入ってるまんまね、録画してますので、もう完全こもってますけど、音量ね、最高にしてちょっとね、自分の、来た来たっていうことでね、音声を入れてみたということでございます。ね、まあこれならね、食べれるだろうということで、これはね、お持ち帰りでございます。ね、もう、周りね、これね、外側はもうどうですか？前回行った時は波バシャバシャしてたけど、今回はそんなね、波がバシャバシャしてる感覚はないですね。まあそんな怖い感じもなかったです、やっぱり。ね、順番にね、穴という穴ね、どんどん入れておりお、来た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 ね。あ、来た瞬間なんかね、ゆっくり開けたんだけど、ちょっとね、根がかりっていうかね、引っかかっちゃったね、これね。穴に潜られたわけじゃないと思うんだけど。魚が加えてどっかグッて入っちゃったのかな、なんだろう。それでね、なんか引っかかっちゃった感じ。ね。これ今思いっきり引っ張っといて、ブンってね、リール、外したらね、外れました。うん。ね、根がかりの外し方みたいな感じだよね。これね、サップ。サップもね、ここに、ね、スタンドアップパドルっていうんですかね。ね、サップでずっとね、この前をね、行ったり来たりしてるね、若い人がいました、ね、波ない時のサップはなんか気持ちよさそうだよね。ね、こんな時グググってくれば楽しいんだけど、あ、来たね、今ね、グググって来てね、ゆっくり、はい、あ、バレましたバレましたって書いたけどね、バレました。はい、次ね、さらに、豚肉もうやめてね、今度、なんかタコベイトみたいなね、なんか、よくわからないね、またワーム引っ張り出してみました。こんなので釣れるわけないけどね、ちょっと大きめなやつで、アピールしようかなと思ってね、ちょっと大きめなやつ、ね、つけましたけど、うん、こんなの釣れないよね。ね、あとね、でも早速ね、釣れないんでね、また違うワームね、ドバミミズ系のワームつけました、今度ね。最初につけたやつよりちょっと大きめなね、ドバミミズ系。これ外側ですね。まあ、まあこんなもんだよね。怖くはないね、前回と違って。ね、竿先、ぐぐぐって入るよ、きっと。入るよ、入るよ。あ、来た来た来た。ね、入りました。これがね、なんか面白いよね、この釣りは、ね。これもね、さっきと同じぐらいのサイズだったんでね、これもね、持って帰ります、ね。1時間ぐらい、防波堤つかね、あのテトラの上でね、1時間ぐらい、釣りしてみました。開けていきます。どうよ、これ。あ、まだ生きてるね。摩擦とか。
今日はねワームでね釣れたんでね面白かったですね、このサイズ2匹ね。あ、生きてるぞ。まだイボニシもねしっかり、取ってきましたのでね、結構取ってきたね今日は。いいですね。こんなもんだね。いや、このくらい取ってきて、なんか10個ぐらいある。もうちょっとあるか。2、4、6、8、2、3、13個でございます。今日ねちょっと大きめのイボニシがあるからね楽しみですね。洗っとくか。サザエとかアワビとかねそういうのはちょっと取っちゃダメだけど、イボニシはね、ちょっと平気っていうことなんで、今日はね、イボニシ大きいね。はい、今日はね、イボニシでビール、あとカサゴのね、煮付けで食べましょう。楽しみだね。楽しみ。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はね、テトラポットに行って魚を釣ってビールのおつまみも取ってくるというね、こういう素晴らしい動画でございました。今日の動画がね面白かったよっていう方、ぜひねグッドボタンでね応援してください。またチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。